太一 TV。 はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。ここね、だいぶ久しぶりに多分動画に出すと思います。僕が動画を出し始めて何年かな、3年ぐらい経ってるかなと思うんですけど、最初の頃の動画にこの背景がね多かったと思うんですよ。実は今日はここで撮影をしております。で、今日はまあいつも通りねトークをお届けしたいと思うんですけれども、今日のテーマがこちら。はい、質問もいただいたんですけれども、以前紹介したストレートネック対策の、首のねエクササイズをご紹介したんですけれども、それをやることで二重顎になりませんかっていう質問が非常に多くありましたので、それについてお答えをしていきたいと思います。結論から言うと、リンクも貼っておきますけれども、こちらの過去動画のエクササイズをやることで二重顎になってしまうっていうのは、ないと思います。ただ二重顎になる原因っていうのはいくつかあって、逆にストレートネックになってしまってる時の方が二重顎になりやすいんですね。なんでかっていうと、ストレートネックっていうのは首がね前に出てしまってる状態です。そうするとこの顎の部分、皆さんが気になる二重顎のお肉の部分ですね、ここの皮膚って常にこうビヨーンと伸びた状態になっちゃってると思うんですよ。これを引き入れると伸びた状態がたるむんで、伸びきったゴムが縮むとこうビヨビヨビヨってたるむと思うんですね。そんな感じでまあ二重顎になっちゃうので、普段からストレートネックを直すっていうのが第一で、姿勢がしっかり整ってると表情筋っていうのもね正しく動くようになってきます。でずっと下向いてるとやっぱりこの顎の部分がシワが寄っちゃったりして二重顎になりやすいので、しっかりストレートネックが治って前が向いて、しっかり姿勢を正してる状態にすると、ここのたるみっていうのもだんだんなくなっていくんですね。で表情筋もしっかり動くようになってって、顔がねぐーっと引き上がるような感じになってきます。そうすると、二重顎じゃなくなるんですね。なので、姿勢を正すために、首を引き入れるエクササイズをやって、その瞬間はねちょっとこう皮膚が寄って二重顎になってるような感じがすると思うんですけれども、結果的に言うと普段から首が前に出てこの喉のね、皮膚の部分が伸びきっちゃってる方がいざ首を引いた時に二重顎になりやすいので、まあ、そこはね、姿勢をしっかり正すっていうのを優先に、ストレートネック対策の、エクササイズをやっていただいた方がいいと思います。あとは単純に体脂肪ですよね。脂肪が増えてしまうとここにも、脂肪がつきやすいので、この辺がねどうしてもこう骨格が見えにくくなってきてしまいます。顔から出やすいなんていう人もいると思いますけれども、やっぱり体脂肪をね、減らすためにも、運動した方がいいですし、姿勢もしっかり正していくことで、この辺のね二重顎っていうのも解消されていくんじゃないかなと思います。あとは、まあよく笑ってよく話してしっかり顔をよく使うっていうのが二重顎の対策の一つにもなりますので、ぜひ普段からねいろんな人と話したり、僕はこうやって動画に、投稿しつついろいろ話してますけれども、よくね口を動かして喋、ってみてください。過去動画ね、リンクにも貼っておきますが、結構前のやつです。僕自身もね自分で見てちょっと自分若いなって思ったりとかするぐらいなんですけれども、もしよければまだご覧になったことない方は、見ていただけると幸いです。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。二重顎にねエクササイズしてる時になんかこうシワが寄っちゃうんで、あれこれ大丈夫かなって思っちゃう方もいらっしゃると思うんですけれども、普段から正しい姿勢でいる方が二重顎対策になると思いますので、ぜひ試してみてください。